どうしたの、キリト。浮かない顔して。まあ、頑張ってね。そうだけど、何？ちょっと、キリト？何をブツブツ言っているの？言ってあげてもいいけれど、まずは状況を説明して。まったく勝手なんだから。それで弓を使える私を誘ったということね。そうね、分かったわ。一緒に行きましょう。大丈夫よ。これがヒナ、かわいいわね。あれが巨大カラス。確かに大きいわね。かなり動きが速いけど大丈夫。わかった。あんたがガードしてくれてるおかげよ。射撃に集中できるから。私は大丈夫よ。それよりあのスピードは厄介ね。やるわ。じっくり狙って当ててみせる。絶対当ててやるんだから。キリトも私のカバーよりもダメージを優先して。その方が早いでしょ。そこ！
し疲れた。消えた？あ、ごめんなさい、キリト。私ったら。もう、無理しないでよ。本当に大丈夫なの？え？どうしたの？キリトのスケベ変態。そんなこといいから早くどきなさいよ。もうよ、私を助けようとしてくれた結果ああなったんでしょ。そのことについてだけはお礼を言っておくわ。でも他人に見られてはいけない姿を見られてしまった。さてどうしようかしら。とりあえず帰ったら何かご馳走してくれるわよね。クエストも無事クリアしたことだし。返事は？よろしい。じゃあ帰りましょうか。